乾杯乾杯うわ本当だうわすげえ書いてあるんですうわ釣り岡加入おめでとうって書いてある書いてあるんですよ釣り岡でしょ登録3登録者数3万人達成おめでとう徳ちゃん釣り岡加入おめでとうありがとうございますちょっとうるうる来たっす拍手がめっちゃ来てる拍手が拍手めっちゃ来てるイエーイいや俺が釣りの世界を変えてやるうわ酔っ払ってるやろありがとうございます今日ありがとうございますあと買ってくれたありがとうございますありがとうございます3万人と1人加入なんで3万人と1人加入うわーいすごいすごいチョコケーキやんいいですかはいあたくんつけてもらってるしすごいなんすかおかしいおかしいおかしいありがとうございますおかしいおかしいあれはい、ドクちゃんはい、いいっすかじゃあはい、釣りようよまさに加入おめでとうございますおめでとうございますありがとうございますこれを、3万人達成とドクちゃん加入おー農家をいただきましたやったー、なんすかそれこれワーム接着剤うえー超有名な人が有名な人バス道具で一番説明してくださいヘビ沼さんという方が、はい、これは去年か一昨年かって一番良かったものらしいへーワーム接着ワームの接着剤でつけたらそこが硬くならないなるほど釣り岡のありがとうございますやったーありがとうございます俺のボックスに入れてるけどみんな勝手に使ってありがとうございますイエーイおぼいじゃあまだまだあるとよはいあのまだなんでそんな次に使うのなんかあるんすかいや先生宗男さんは結婚したっていうことであらはいはいおほデラックの方まさかのちょっとデラックのお気に入りのおい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 おめでとうございますおい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 おイエイイエイありがとうございますありがとうございましたいい釣り歴はどのくらいですか釣り歴は、今年で4年目です4年目です最高何センチ釣ったことありますか最高は52センチいい俺のケチ釣り歴は去年の夏からやけん1年経たないぐらいです俺はちょっと早いぐらいです、ね、早いねはいいや、あ、がっつり始めたのが1年経たないぐらいで、ですね、ヨレさんたちのがちょっと早いです。自分が誘ったの、釣り岡を見て、なるほど。見ろ見ろと。面白い人たちが多い。最高何センチですか？最高46です。いい俺らの勝ち。俺 0.5 買ってるぜ、イエーイ。徳ちゃんに聞いてみよう。徳ちゃん最高何センチですか？25センチぐらいだった。62ぐらい。ぶっ飛んでる。ちっちゃかったですけどね。ぶっ飛んでるわ。この野郎。ありがとうございました。すいません。本当ありがとうございます。美味しくいただいて。ごちそうさまです。いつもありがとうございます。今日もタダにしてくれるんですか？ちょいちょいちょい。いつもタダではない。タダではない。タダじゃないですよ。さあ、徳ちゃん、今年の抱負をお願いします。今年の抱負です。今年と言わずずっとなんですけど、釣りをっていうかバスでも何でもなく、ただ魚を精一杯楽しみたいのと、こういう動画で配信していくのにちょっとでも関われたことで。魚釣りの楽しさを存分に伝えていけたらなと思うし、そこを忘れないようにやっていきたいのと、早くメンバーと打ち解けようかなと。敬語やめよう。やめましょう。いや俺も敬語やめんてかな。です。以上。なんでフルーツのこと。今年のね、なんか目標というか、せっかくこういう会があったから、今後の行く末的なものは。そう
ですね、去年もめっちゃ楽しんだんですけど、ちなみにもうちょっとで1周年だけど、登録者が1年前2000人ぐらいだったのが3万1000人ぐらいになって、再生数も多分10万再生ぐらいだったのが、もうちょっとで1000万再生、100倍ぐらいになって、それはなんか釣り YouTuber としてはすごい伸び方、伸び方は、ゲーム実況とか、そういうレビュー動画以外にも、そうそう、普通の他の人、一般の人たちと比べて狭い範囲の釣りっていうジャンルだけで3万ポッと超えたのはちょっと嬉しいことかな。で、多分ね、俺らのスタイルがあってね、俺らのスタイルはね、別に上手さ自慢とか釣り方講座もするけど、そういうのよりメインは楽しいぜっていうのを伝えるのがメインだからね、それで勝手にこう登録者がついてきてくれるって感じ。そうそうそう。でね、これいいところがあってね、あの中級者ぐらいの人はやん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 言われて怒られたりもするよ。よく間違えるから、なんかフロロンよりナイロンがどうだって言われたりもしたし、いろいろ、まあ、もちろん素人って分かってるからさ、指摘はされるけど、一番トップクラスの人たちって結構認めてくれるんだよね。なんかめっちゃ有名な人とか、まあ、メールで来たりするんだよ。めっちゃ有名な人とかメーカーの人とかさ、がなんか初心に帰らせてもらったとかさ、楽しむことがやっぱ大事だって言ってくれる人がめっちゃ多いから、でやっぱ初心者にも楽しく覚えてもらえるっていうのもあるしね。楽しくですね。楽しい。なんで釣りやってるの？趣味だから楽しまなきゃね。楽しまなきゃ。何これ？なんでって。なんでが、なんでを持ってるんだ。なんで？で、まあ今後の目標的には、今年はね、とりあえずね、ちょっとバス、去年はバスに偏ったから、今年は平日バスをいっぱい釣る動画作って、週末にエギング、ショアジギング、まあカゴ釣り、深瀬釣り、まあオールジャンル。海か。もともと海から始まったけど、やっぱバスが手軽って言ったらあれだけど、身近で近所でできるからバスが多めになってしまったけど、今年は土日に海とかね、船とかもオールジャンルまんべんなくできるようにが今年の目標で、来年以降の俺らの未来。来年か、どうなってるんですか ね、やばいですね。まあ、ずっと言ってるように全国回る、今んとこ候補はこの2人でキャンピングカー買って1年間全国で釣ってきて、でそれが終わったら琵琶湖で70狙いの方を1年間して、それが終わったらアメリカに1年間住むっていうのが。おお、でかいな。でもね、俺ね、実現率これね 80% ぐらいあると思うんだ。高いっすね。うん、俺のでもね、あの1年前にね、俺目標立ててたの、こうなってるだろうと、でその当時は絶対無理って思えるぐらいの目標だったけど、1年余裕で超えたね、その達成。だって誰がよほぼ1日400再生ぐらいから2万ぐらいに行くと思うよ。早かったですね。めちゃくちゃ早かったですよ。今年去年より濃いくなるでしょうね。濃いは佐賀弁だけどね。そうですかね。濃くなるだね。濃いかーって。濃いかー。濃いかー。濃すかーって言って。濃すかー。違う。徳ちゃんに受けた。そうね。徳ちゃんが入、あの加入して。徳ちゃん加入がでかいんだよ。幅がむちゃくちゃ広がる。あのね、多分ここ1年みんなのレベルがアップする。あのバカスカ釣ったもんね、1回ね。もう俺それ見てね、ね、やる気なくしたよね。やる気なくしたよね。本当にね、今まで何だったんだろうっていう状況読める人が、ね、そう、すごい。だから朝ストレートアームで釣ったから、ストレートアームとかそういうのがいいかなって攻めたら、徳ちゃんも最初ストレートは、まあ違うな、でバイブレーション違うな、いろいろ試して、あ、今日はこれがハマるって、で釣って、次もう一匹ぐらい全然釣れますよって言って釣るからね。釣る、僕も結構ほら、今日釣りますよって言った裏腹には結構努力して頑張って、あの足で稼いで一本釣って、もう釣りましたよって、釣りますよって言ってすぐ釣るもんね。でさ、俺らがしつこく打った場所移動してそこで釣るもんね。一番はそれがすごいよね。あの時は正直な意見なんですけど、まあ他の釣り人さんがいて挨拶を返してもらえなくて、釣りはそこじゃないだろうっていうのがあって、はい、その人のところで、まあ自分の心の汚い部分が出たんですけどね。でも魚はそれを分かってて
そうしたら魚も離れていくよっていうのを伝えたかったわけです。深いね。深い。さすがっすね、うん。楽しむのが一番っすよね。うん、ちなみに年齢的には、うん、俺ゆーぴーが33、ムネオが1個下、はい、で、トキちゃんがさらに1個下、はい、で、その、はるか、はるか、はるか下に、俺らの7個下にここに。で一番偉そうなのがここおい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 こやつおいおいおいみんな、ね、ネタですからね動画来た後すいませんって言う嘘つけ動画切ってる方がひどいわ動画来た後絶対決めるあここ足臭かったって言う人のこと足臭いだもん臭いもん響きうるさいだもんうるさいもん全部本当のこと俺がダッチ投げるって言ったらさうやめてダッチの どれ投げたっていうこの思っていう話はダッチしか投げんとか言ってダッチおじさんも喋んなお前でもね、俺ダッチ好きでダッチばっか投げたらねすぐに、え、待てダッチやんとか言うけどねあのね、最近ねちょっと待って、ちょっと待ってダッチ、俺今日ダッチ投げようかな俺今日、泳がせしようかなもうすぐワッパターンお、今日なんかちょっとでも良さそうやったら俺ねダッチ投げようかなって言うけどね最近ね、新たなメンバーが加わったさダッチおじさんにあの加えて最近、ダンクルおじさんですありがとうございますダンクル投げますなんかあったらねダンクル投げようかな俺の新しい仲間が加わったじゃんダンクルおじさ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 んフローターおじさんこれフローターおじさんあ、ここフローターいいねなんかあったらすぐフローターフローターいいですけどよかもこれダッチおじさんダンクルおじさんフローターおじさんあとフリックシェイクおじさんホモあーおこいいじゃんお兄ちゃん全然こっち系ですねこっちですでもこの時期はダンクルいいんじゃないですかダッチもいいんじゃないですかフローターもいいよいやダッチでしょダッチはねやっぱ飛び出るのが面白いっちゃフローターなんで入れんとこ入れるかなでもダッチ飛び出てくるフローター入れるとこに入るダッチも入れんとこ入れるフローターでダッチ投げるからかよフローターで入ってダッチ投げたらもう最高ねそれしゅうかねって顔顔顔これ和解したフローターでダッチ投げますマンジマンジマンジの間の意味がわからんまありがとうございました。ありがとうございます。今年一年もやっていきました。ありがとうございます。お疲れ様です。ピースピースピース。